んでしょ。あ、結構俊敏に走ってくれ。いいね。行けバカ。ボゴのレベルがすぐ上がった。そしてこうやって馬に乗ってるとね、調教レベルが上がりますと、うん、いうことなんで、これどんどん多分こういうね、ロバとか馬に乗りながら移動した方がそういうスキルがね身についていくということでいいのかもしれない。さてこれがトスカーニ農場、でかい農場なんだね。この先に、あ、なんかでも安全地帯だしな、なんか。失礼します。ちょっとうちのロバを止めさせていただく場所、ここでいいかな。うちの前ですみませんけど。よし、ここで待ってなさい。ボゴに、ボゴ撫でるみたいなやつできなかったっけ？これ馬ちゃんじゃないとできないのか。あ、できないわ。バックを開く。F6。あっ、馬よりもモテる。これはだから、そうだな。スタックアイテムを持たせたらいい。あ、でもな、やっぱり馬も一応重量、ね、積載上限あるんだね。こういう数いるやつ。こう原木とかね、プラチナの鉱石はそんなに手に入らないだろうから、木材を入れとったらいいかもしれない。あ、アイテムこれ乗せるとほらちゃんと反映されるんだ、見た目に。物は違うけどな。オーディオトスカーニ、この人すげえ偉そう。ここに来る途中でいただけないインプとオオカミをたくさん見ただろう。見たよ、だいぶやったよそれを。西部ケミビーキャンプを助けてやったとは。そうだ、それこそ若者の役目だろう。周辺の獣たちがいつからかとても凶暴化したんだ。なるほど。偏僻なところだが兵士も訪ねてこない。君のような冒険者が歓迎され必要とされるところだ。直したいんですが。ところであんた。ところであんた。いや、冒険者さん。力を持ってそうに見えるけど、私たちの方も手伝ってくれないか。倉庫のうち一つの倉庫の扉が壊れたんだ。私は熊やイノシシの仕業だと思う。早く扉を作らないといけないが、資材が足りない。冒険者さんが手に入れてきてくれたら非常に助かるんだが。わしの幼い頃は、なるほどね。この周辺は全部リンゴ畑だったよ。あ、トネリコの原木を渡せ。持ってるじゃん。イノシシも倒し、肉も食べて。いつもそうだが、問題はイノシシだ。わしの畑を荒らす主な原因だな。どうも退治をせねばならんようだ。お主がイノシシを退治してくれまいか。無論捕まえたイノシシはそのままにしてはならんぞ。肉を切ってこなきゃ話にならん。この椅子。これは精霊の鳴く声。私の息子コンスタンツが持ってきてくれた。コンスタンツちゃん。西部キャンプで勤務している。ああ、娘さんなの。ちょっと聞いてみようか。ひっそりとしたところには農家があって人の出入りも少ない。おかげで自然が人に汚されずに安定したんだが。正直木の精霊たちの鳴き声が耐え難くってな。音が低く長いから遠くまで響くのだ。農場の皆は一度もぐっすり眠れたことがない。我々のために力を貸してくれまいか。まあやりますか。わしの農場のトウモロコシは最高だ。いや待って、関係ないからやめよう。食べたい分だけ持って行ってもいいぞ。二
普通に退治してくるだけみたいなんでしょ。これはもうあのね、動画外でやりますが。よし、じゃあまずは肉を渡す。ちょっと待って、その前にね、あ、乗っちゃった。あ、カレーバッグを開いて、トネリコ、あ、白樺の原木。あ、アイコンはでも白樺なんだね。へえ、あの映されている木は違うんだ。トネリコの原木をもう持ってくれね。あ、クークドリ、何なんだろうあいつ。いまだに答えを得られない。あいつがうろちょろしてる。トンネルあった。さあ木をトン転換する。シュレイさんをご覧ください。汗かいてセクシー。これはこれモミの木。こっちトンネルか、これだ。はい、2つだからそんなにいらないね。はい。お、収集レベルが初心者10。これ、あれじゃないの？いよいよ装備できるんじゃないですか？ほら、できたー。せっかくだからどんなもんか見てみましょう。意外と、鎧っぽい。こんななの？なんかもっと、ねえ。収集にすごく適した服みたいな感じになるのかなと思ったけども、まあでも一応着ておきましょうね。まあ見た目はこっちに変えれますので、うん、ありがてこった。これは装備してるね。うん、 OK。 さてトンネル1個は手に入ったでしょ。イノシシ、イノシシどこにいるの？こっち側、こっちだな。屠殺のナイフも、うん、装備しとかなきゃダメだ。イノシシちゃんはこれは木の精霊狼。あ、いた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 。はい、すまん。一匹ずつちゃんとさばいていく。はい、イノシシの肉二つ。あ、もう十分だ。貝で四つも取れた。あと服の効果はどうだったろう。やっぱりこれ外しておきたいな。あ、これあれか。そっかそっか、預けてきたいな。これすげえ圧迫するじゃん。もう、なんなら刀一本持ってたらいいわ。それでいい。これアイテムもらえないんじゃない？大丈夫かな？木の原木を板へと加工すると価値が高くなるぞ。あれ？トンネリコの原木。まあ、とりあえず肉を渡す。お主の管理の実力を見たら自分の昔話を聞かせてやりたくなったわ。ここに来る途中でいただけないインプと狼をたくさん見ただろう、うん、なんか偉そうに見えたけど、すごい冒険者に対してちょっと明るいというか、あの優しい人だな。これだからわしが冒険者たちが好きだよ。これを食べて元気をつけてもらうよ。どれを。周辺の獣たちがいつからかとても凶暴化したんだ。あれ、俺さ、あれじゃないの、原木を、原木じゃない、丸太を取ったんじゃないの。トネリコの原木は取れてないんじゃないの。そういう確認もちゃんとしながらやんないとダメだね。カエデだ。これさっきやっちゃったからないでしょ。ん？あった？カエデだ、これ。カエデだった？この辺り、モミの木とかでしょ？ね、これもカエデっぽいよ。ほら、これだ。これトネリコでしょ。ほら、
もシューレさんの汗がいいみたいな話して全然何を伐採してたかも見てなかったな。ダメな冒険者です。すいません。キャラが可愛いんだもんだって。仕方ないじゃん。ああいいよ。なんかいっぱい手に入ったよ。シューレさん。これは？トンネリコの原木。あれだ。古代精霊の粉。ありがとう。これで手に入ったんじゃない？ 2 つでいいんだもんね。だってね。うん。2つでいいな。手に入った。よし、行こう。どこから行くんだっけ？こっちか。あれだ。これ別に入り口じゃねえんだな。入り口じゃねえわ。ずっと頭にね、仮面乗せて。美人だな。てか、あの女性キャラってみんなこの顔してんだね。うん、NPC ね。それが美人だからありがてえわ。ここに来る途中でいただけないインプと狼をたくさん見ただろう。うん、見た見た見た。これ渡す。おお、そうだ、この木だ。伐採の腕がいいな。周辺の獣たちがいつからかとても凶暴化したんだ。あれ？あ、そっか、アイテムがいっぱいなんだね、やっぱりね。そうな、そうだと思った。どうすかな。外して装備しよう。ダメ、ちょっともうこれ勝たしてこなきゃダメだ。わしの幼い頃はこの周辺は全部リンゴ畑だったよ。冒険者さんは優しいね。ひょっとして切り株の使い方知っとるかい？え？君がくれたものと私が持っているものをすべてあげる。これで板を作ってくれないかい？そんなにいい人だ。わしの農場のトウモロコシは最高だ。食べたい分だけ持って行ってもいい。ここ、トネリコ板作り。ならそれで板を作ってくれ。伐採同様、加工の腕前も期待しておるぞ。板さえあれば保管倉庫の扉をすぐ直せるでな。木の原木を板へと加工すると価値が高くなるぞ。わかりました。今やります。薪割りだね。これだ。これで、トネリコの原木を入れると。これスタート。ああ、ごめん、危ない。ああ、いいアングル。こうパカンって、あ、うん、丸玉やろうか。丸玉やろう。パカンってなったら、シューレさん見えちゃうみたいな。あ、終わっちゃった。いいか。これ渡す。はい。ここに来る途中でいただけないインプと狼を強いな。素晴らしい腕だ。周辺の獣たちがいつからかとても凶暴化したんだ。鼻にぶっ刺してるな、パイプを。そうでもない。また遊びに来るがいい。わしが面倒見てやろう。遊びに来たわけじゃないんだけど。まあいいか。どれかを選んでくれと。丸太でしょ、もちろん。なんかこれもでも使うんだろうね、きっと。二択にさせられると。わしの幼い頃はお金は必要だろ。リンゴ畑だったよ。必要ですよ。しかし冒険者さん、あんた一体何者なんだ。どこからともなくいきなり現れてさ。まあ答えたくなければ別に、私はただあんたが気に入ったので質問しただけだから。ところであんた知ってるか、農作物を収穫さえうまくやれば金を稼ぐことができるんだ。その代わり、商品にするにはちょっとした作業が必要だ。どうだ、学んでみるか。もちろん。よし、それじゃあ私の農場からトウモロコシをたくさん収穫してくれ。そしてベリアの鍛冶屋のやつに尋ねるといい。この椅子わしの息子をコンスタンツが持ってきてくれた。西部キャンプで勤務している。コンスタンツって息子だったっけ？まあ、いいか。
トウモロコシを、トウモロコシ畑でトウモロコシを取る。3つでいいんだって。たくさんって言ってたから。もっといるのかなと思ったけど。これは、カマいるね。うん、トウモロコシ。トウモロコシを狩るシュレさん。どう？クワだな。草刈りガマじゃなくてクワだな。お、4つも取れた。これを、トラン・アンダーフォージ。ああ、あの人だ。ドワーフの人ね。あ、ボゴ忘れず。置いてっちゃうとこ。あ、いろいろ、あれだね。依頼出てるわ、たくさん。いろんなところから。ボゴは操作性悪いな。もう、あれだな、あの、オートランで動かしてた方がいいわ、この子は。あの、曲がる能力が弱い。だ、くるってその場で回れないわ。これなんだろう、この黄色い表示。トウモロコシ畑ってこと？ここ。その表示。見えない。あ、いいね、ここの感じ。ねえ。冒険に出たよーって感じする。あ、ベリアに帰るのか、そっか。やっと帰れる、ベリア。ベリアに帰ったら、このロバちゃんに蔵をつけてやってんの。お、僕のレベルが3に上がった。これ永遠できるぞ。やべえな。そんな道だったっけ？インプのど真ん中だよ、ここ。ベリアに向かってるんだろうな。古代の石室。なぜ？なぜだ。なぜ古代の石室に向かったんだ。ちょっと邪魔。ごめんな、邪魔なのはこっちだな。やっぱりあれだね、ロバは、あの、いわゆるギャロップっていう、早足ね、かや足じゃない、駆け足か。全力疾走状態です。だから、馬の。それができないのかな。できないというか、もうスピードが足りないから、そもそも。そこに至らないのかもしれないけど。なんかでもいいな、この感じ。のんびりした感じ。はい。馬に囲まれて出れない。出れた。怖っ。さてと、ロレンツォから、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なんでよ。ボゴ愛が強すぎるよ、シュレイさん。ロレンツォさん。ロバや馬を預けたいのですか。よくいらしてくださいました。蔵を買ってやりたいんだ。親密度が100か。これでもロバのじゃねえな。50でいいんだ。ロバは50。ロバの革鎧。50必要ね。なるほど。ちょっとやります。乗り物は1頭しか利用できませんので。ここはもう動画には載せません。ティン、ティン、よし、OK。もう成功。OK、212ももらいました。馬は捕獲や
直接購入で手に入れることができます。なるほど。で、あ、じゃあハイデルには大きい馬の市場があります。ロバの蔵。お金がないな。アブミ先に買っとこう。なんか売っちゃう。売ったところでそんなにお金にならねえだろうな。いや、とりあえず母号にはこれを装備させよう。あー、いいな。うん、これでちょっと見栄えが良くなった。で、トラナンアンダーフォージに話しかける。その前に、あ、まあいいや、アンダーフォージさんに話しかけよう。トラナン・アンダーフォーだ。忍耐を大事にしてる鍛冶屋さ。アンダーフォーだったっけ。アンダーフォージじゃなかったっけ。で、修理、あれ、修理必要ない、修理必要ないですな。必要なものがあれば。ちょっと待っててね、アンダーフォーさん。で、まずこれを装備して、外して、あ、刀だけ装備して。はい、操作レスがいる。うちの村は平和だから気楽に休んでいくといい。で、これをだ入れておく。あ、染色情報がリセットされちゃうから武器を入れられません。防具は入れられそうだな。この辺り入れられますよと。この辺りも入れとこうか。トウモロコシのコーナー、これはジャガイモのコーナー。トウモロコシは出すから必要。原木じゃない、もう丸太、プラチナ。はい、うん、これ入れといて、うん、あ、僕を連れてくの忘れちゃった。まあいいか。仕打ちを止められないことは理解してくれ。トウモロコシを少し持ってきました。お、これはトウモロコシじゃないか。俺にくれるのか。ありがとう。土の火花はいつでも鉄をよみがえらせる。このトウモロコシはトスカーニ農場から手に入れたのか。そう、そうか。この大きい意味で分かったぞ。よし、俺の持ち物を分けてやろうじゃねえか。新鮮なジャガイモだから商品にしてもいいぞ。ジャガイモ。ひどい目にあったのか。ん？君じゃなくて君の武器のことだ。なるほど。必要なもんがあるなら言ってみな。ハンマー打ちは止められねえから勘弁しろよ。これじゃない。これだ。生産でお金稼ぎ、生成所。生産でお金稼ぎ、シャープに、倉庫を理解。生産活動で金を稼ぎたいってなら、まずは生成所を作ってみるんだな。生成所では全ての製作に必要なブラックストーン粉末を作ることができる。そんなに難しいことじゃない。ゆっくり学んでいけばいいじゃねえか。とりあえず何でもやってみっか。俺の話を聞いて生成所を建ててみろよ。周辺には長石がたくさんあるからな。立ててるの。ツルハシで使えそうな石材を手に入れてみてくれ、うん、そんなに投資を恐れるな。どうせお前が得するんだから。ゴブリンは私の助手だ。三島万寿を通じて紹介してもらったんだ。生成所なんて持ってんの。これ作ってくれたのかな、もしかして。アンダーフォーさんがいくつかでも物件は持ってますよ。確かに今後のためにと思ってね。ベリアで。これじ、ね、自宅。これ宿泊施設。これは、だから、労働者を、うん、住まわせるための。これ倉庫。この倉庫でしょ。うん。
こっちも倉庫か。うん、まあでもアイコンでわかるか、これは。これが居住区のマーク。ね、緑の人の。で、黄色のこのベッドマークが、宿泊施設。うん、だね。見たところ。なんかないけど、まあいいんだろう。うん、なんか OK だったんだからいいや。私に何かを願ったりはしないでくれ。で、倉庫を理解。このままだと何も残らなくなりそうだ。ベリアの倉庫は使ってみたが、生産するためには当然倉庫が必要だろう。うちの村にはエルニールが倉庫を運営している。彼に会って話を聞いてみるか。あ、そして製作をするためには物品をすべて倉庫に保管しないといけない。あ、そうなんだ。トラナン・アンダーフォーだ。忍耐を大事にしてる鍛冶屋さ。会ってみた方がいいのか、先に。順番に行った方がいいね、これね。